どうもバロンザーマスです。今日もリペアスタジオフクロウにお邪魔しております。名車再生どうなってんのと言われた 190E 帰ってまいりました。ずいぶん長いことね、まず外装の整えの方をお願いしていたんですが、やっと帰ってきました。ちょっと外から見てみましょうか。見てください、サイドパネルとかですね、この辺一体横のボディ系ですね。ちょっと見にくいかな。さあ綺麗になって帰ってきましたよ。どうでしょう、この当時コベンツと呼ばれてましたこの 190E、 ベンツのメルセデスベンツの良さがしっかり詰まった1台になってます。これツートンなんですね、ボディカラーはね。まあ完全にドノーマルですけども、ボンネットが直角に立つというメルセデスの特徴をしっかり掴んだところで、外装周り一周ちょっと撮ってみます。まだ板金から帰ってきたばっかりってことなんで、外装面綺麗になって帰ってきました。どうでしょう、綺麗ですね。やっぱり外見もね、多少ボロボロでもかっこいいっていうのがメルセデスの旧車なんですけども、綺麗になったらなったらそれやっぱり気分もいいもので。ただ現在ですね、だいぶ時間かかって申し訳ないんですけども、外装しか終わってませんこれから職人が内装をやるんですけども、まあ先ほど前崎代表とトムさんに聞くと、これはもう全部かなという、だいぶ大変な工程になるようです。今内側とかねやっておられるんですけど、今現在で走行距離が76,000キロ。76,000キロですね。だからまだまだこれから走れる。シートだけは綺麗なんか。でも中がだいぶ、シャキンとしてないと、職人さんもおっしゃってますんで、これをまあ綺麗にしていく作業ですね。内張りはもう剥がされて、リペアに回ってます。そしてエンジン部ですね。こちらはまだこれから手を入れていくところなんですけど、変えるべきところはちゃんとこうやって綺麗に変わっております。前のオーナーさんが大事に乗っていたっていう、これも同じく証になるので、いかがでしょう。こう結構これは評判が良くてですね、もうすでにお問い合わせをいただいている名車の一台となります。残念ながら相当リペアにこれから時間がかかるのではないかと言われる一台となってます。まあ、シャッキーンとね、乗るためには、せっかくですね、しっかりやっていただいた方がいいんですけども。これがメルセデス 190E 名車再生の5の方になります。これからまた整備内容等々始めたら動画を撮っていきますので、今後とも動画、ぜひご視聴ください。それでは失礼します。どうもこんにちは。こんにちは。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。各家のお得意の車、またまたやってまいりましたね。はい。はいはい、ちょっとまずカラーをお伺いしたいんです。これ純正色ですか？純正色。こんな色あるんですね。